はい、どうもりょっちんです。ということでね、今日の動画なんですけども、久々ですね、ずっと配信しかやってなかったので、動画投稿自体結構久々かなとは思うんですけども、大会もね、終わったということで、またね、今日から動画投稿戻っていくんですけども、サムネとタイトル見て分かった人が、もしかしたら結構いるかもしれないんですけども、今回の大会で一番バッターとして、めちゃくちゃ使われてたある選手を使ってランク戦やっていきたいと思いますと。本当にイチローさんとか糸井選手とかよりも一番打者でめちゃくちゃ使われてたし、もう半分超えてたんじゃないかな。もう大会最終日とかのもう上位勢の方とかなってきたら、ほとんどの方が一番で使ってたと言っても過言ではない、この選手使っていきたいと思います。はい、そちらこちらの坂倉選手ですね。坂倉選手が1番バッターでいる確率っていうのがめちゃくちゃ高かったです。はい、でちょっとね、坂倉選手の能力見ていきたいんですけども、はい、こちらですね、ラインドライブ、もうこの弾道がね、もう1番バッターには本当は持ってこいというところですね。でミート79、パワー77、走力75っていうことでね、これ称号をつければミパ A マジ狙えるっていうね、ところでエキサイティングの坂倉選手、僕ね、当たった時にアウトレットでコーチの財布を別に頼んでもないのに買ってもらった気分みたいなことを言ったと思うんですけども、これどういうことかっていうとね、もうちょいで4400の選手が出てくるんで、最新のスピリッツの選手じゃなくなるっていうところで考えた時に寿命がね、めちゃくちゃ短いっていう意味で言わせていただいたんですけど、まだ4400の選手が出てないこの現環境においては、この坂倉選手マジで最強になってますと。で、3捨てからね、弾道とこんな感じになってまして、だから守備のところがね、キャッチャーとして使うにはちょっとしんどいかなというところですかね。キャッチャーの守備適性自体は C に持っていけて、スローイング D、肩 B には持っていけるんですけども、なかなかね、肩 B だと、走られることが結構増えてくるので、DH として使ったりだとか代打として使うっていう、ところが主流にはなってくるんですけども、ちょっと今日はね、実際走られちゃったりとかしたら、あ、やっぱイチロー選手させないでしょみたいな感じで、言えたらいいかなと思うので、今日はちょっとキャッチャーとして使っていくんですけども、普段は DH として使っていってますと。はい、で特殊能力ですね、ラインドライブ広角、これメッキっていうね、もうだいぶ遅れてるけどね、特殊能力がついたことによって、ここはね、捕手から変更ということで、この坂倉選手、通常のに比べてかなり最強なんじゃないかなというところになってます。本当にね、ライドラの広角ってマジ最強なんですよね。結局本当にもうどこにでも強い打球を打てるっていうところでね、この大会クソほどお世話になりました。で一応ね、オーダーもこんな感じでやっていきたいと思いますので、早速ね、ちょっとランク戦でその坂倉選手の打球がいかに強烈なのかっていうところをね、もう他の配信でもやってると思うけど、ちょっと改めてやっていきたいなということで、ランク戦やっていきたいと思います。はい、ということでね、ランク戦やっていくんですけども、4割6分4厘、これはかなり上位の方が来たんじゃないかなと思います。千賀投手ね、しっかりと打っていきたいと思います。あ、ちょっとね、ユニフォームバラバラにするのちょっと忘れてた、ちょっとそう申し訳ない。アイテムね、カープで、やばい、大会ルールの後のこれはきつい、かなりきつい、めちゃくちゃ遅い、これみんな同じ現象陥ってない？OKOK、でもまっすぐで同じ速さで来るよね。罪よね、これ。遅い。ファーボールやめてよ。えぐい。これがライドラです。えぐい。今のよ、マジで。今のはもうマジで素晴らしいよ。もうザーライドラなだけ。こちらもライドラのオマリー選手です。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。このオマリー選手もライドラの広角持ちっていうね、広角出てるよね、素晴らしい。はい、低めわずかに外れてボール、156キロ。いや、いい球です。遅いマジで打ちにくい。今のホームランボール、いや、弾丸のような打球やけどね。今のがライドラの打球です。ほとんどどこかでちょっと悪かったんですけど、いや、まっすぐ速いからね、普通にランク戦ルールの。ランク戦ルールの方が実はむずいんじゃないかっていうまではあるよね。緩急20丸。よし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 。まあ、行って、まず大丈夫か？ちょっと危ない。
はい、ちょっとね、さっきの試合どんな感じで編集してるかわからないんですけども、こちら2試合目となっております。金子人形同士だ。ちょっとね、久々に大会ルールからランク戦でやってるじゃないですか。もう抑えの力しないです、マジで。なるほどね。でも打っててなんか変化球がさ、遅すぎて変化球張っとったら全部打てるもん、あんな。で、フェードの表示もね、やっぱ全然違うんですよ。超高速フェードじゃなくて、高速フェードって言ってね、ランク戦と大会ルールでフェードも違うんで、ボールもめちゃくちゃ見えやすいんですよね、やっぱランク戦の方は。抑えれる気しないですね、正直。もう、まっすぐ張ってる相手に、こうやってね、変化球もよくわからん空振りをしてもらうっていう。もんで、坂倉選手だから今もめちゃくちゃ舐められて走られたってことですね。今の坂倉選手じゃなくてもさせてないですね。あの、グレート出てたんで。今のファウルになってたらバスぶち切れてます、マジで。いや、いいね。オッケーオッケー。落合さん、今回の大会は最後落合さんにどでかい花火をぶち上げられて諦めました。高梨投手のツーシームです。打たれると思いませんでした。あー、オッケー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 。ちょっと相手の方セカンド落合さんなんで、落合さんの横をぶち抜く打球を一回。いやー、ライドラの打球です今の。えぐい今の弾丸じゃないマジで。タイピンね、タイピン出てるから、これプラマイゼロ。いやー、いいわ。ノーアウト満塁からのバスカコーラにぶち当てます。AHS ホールディングスの横のコカ・コーラの全然違うとこ打ってもうた。てか今の入らんのやね。そろそろまっすぐ来るんちゃう。いやー、ボールやった。あ、なおもリードを広げるチャンスです。初球打ち伸びていくと入りました。ほー、いやか、裏へからちょっとね、どう頑張ってもこっから単打3本続けるしかない。初球ボール回すにはやってみるか。打ちました、ヒットになった。いいんじゃない。でも単打じゃないからもう回りません。まあ最後ね、しっかりコールで終わって今日の動画終わっていきますか。引っ張った。これはサード。ありがとうございました。